ここはデバガの難民キャンプ。IS を逃れるためにモスルから逃げてきた人たちにとって安全な避難所です。多くの人はここに来るまで長くて危険な旅をしてきました。キャンプではテントと生活必需品を受け取ります。この難民キャンプに来るために過去2ヶ月余りで何百もの家族がモスル近郊の IS 支配地域から逃れてきました。アサド・ハッサンさんはモスル近くの村から家族と一緒に逃げてきました。モスル侵攻が始まる前日に村を後にしました。危険でもそうするしかなかった。村を出る道路には地雷が埋められていました。私たちの前を車が何台か走っていましたが、地雷で吹き飛ばされました。ものすごく怖かった。いつ殺されてもおかしくないと思いました。私は女たちや子供たちと一緒に逃げたんです。息子たちは次の日に村を出ましたが、激しい銃撃の中、川を泳いで渡らなければいけませんでした。収容場所には限りがあるため、キャンプの運営組織は受け入れに苦労しています。到着したばかりの人たちにとって、安全な場所と規則正しい食事はありがたい変化です。中には祝う人の姿も。自分たちの村から IS が一掃されたというニュースを聞いたところなのです。みんな早く自分の家に戻りたいと願っています。